お三人様こんばんは。こんばんは。ブログでは体調不良とか夏バテとか、くれぐれもご自愛ください。さてお題の件、きっとみんなバニラとかバニラとかバニラとか書くのでしょうが、バニラ好きです。本当なんだからしょうがない。もっぱら大メーカー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 の大量生産店売り品を消費しています。携帯としてはモナカ推しです。あ、乳脂肪分の少ないラクトアイスは NG、はいはい、アイスミルクかアイスクリームです。うん、必ずちゃんと確認してから買います。レナさんと同じく基礎代謝が高いのでしょうか。大ぐらいでグダグダしているのに太ったことがありません。羨ましい。痩せる一方です。羨ましい。ありがとうございます。超羨ましい。おっさんホイホイさん、痩せる一方だって、ね、言ってみたいよね。言ってみたい。もう痩せちゃって困るやん。実際そういう人は本当に困ってるんだろうけど ね、 ね、でも本当にもっと困ってる人いますよね、多分。と思うけどね。痩せちゃうって人、でもないものでないですよ ね、 そうなんだよね。食べて太って困る人ね。そのラクトアイスのとかの違いとかは分かるの？なんか私もうろ覚えだけど、なんかその 乳成分何パー以上の、何パー以上の、そう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 、だから氷が多いのか、うんうん、牛乳成分みたいなのが多いのかみたいな、そういうことだよ。食べたら分かりますね。食べたらね、はいはい、なるほどね。はい、ペンネーム勝利さんからです。はい、ありがとうございます。レナさん、リサさん、チーバさん、こんばんは。こんばんは。好きなアイスクリームですが絞りきれなかったので3つあげてみます。はい。1. ハーゲンダッツの抹茶、甘ったるすぎず、すぎるのがたまりません、甘ったるすぎるのがたまりません。めっちゃ甘いんだ。アイスなのに夏にはちょっとしつこすぎて避けちゃいますが、2. 白クマアイス、これは夏、やっぱ夏はこれ。3. アイスクリーン、主に高知県で売っているらしく、とてもあっさりしているのにミルクセーキみたいな味がして、病みつきになること間違いなしです。東京にある高知の名産品を使うお店で見つけたのですが、そのお店の近くに行くときは必ず買うことにしています。なるほどね。ハゲダッツいいですね。ハゲダッツはもうね、ハゲダッツはでも夏とかは関係ないですよね。うん、まあね、一年中食べちゃう。こたつに入りながらでも食べたいもんね。ちなみにハーゲンだった指摘を白熊くんは知らないの多分。私も白熊くん知らない。え、知らないの？うん。見たことしかない。ああ、そう。白熊アイス聞いたことある。かき氷の中にいっぱいフルーツが入ってる。フルーツはどうなの、入ってるか分かんないけど。ああ、そう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 、そういう系、そういう系ね。そう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 。あ、意外と知らないんだね。アイスクリーン気になりますね。食べたいね。高知県で売ってる。超ピンポイントじゃないですか。ね。名産みたいなもの。ミルクセーキみたいな味がするの。ちょっと食べたいよね。でも東京にある高知のお店でも買える。そうそうそう。物産展みたいなところで、ね、ちょっと覚えておきましょう。いいですね。はい。じゃあ次。はい。ペンネーム KB さんからです。はい。ありがとうございます。ヘイさん、こんにちは。KB です。夏バテしないように気をつけてね。はい、はい。今週のお題はアイスクリームの味ですが、大阪の豚まん屋のアイスキャンデーがうまいです。駅とかで売っています。551でいいのかな、551のアイスキャンデーって言いますけど、宣伝が面白くて、アイスキャンデーがあるときはバラ色でお花畑が出てきて、ないときは地獄で真っ暗の世界になります。昔父親がここの豚まんを買ってきてくれたので大喜びで箱を開けましたが何も入ってません。泣き出したのですが蓋に5個全部くっついてました。もう一つ、子供の頃姉のお使いでバニラアイスクリーム2つ買ってくるように200円持たされて買いに行きました。実はアイス当たり券を持っていたのでその券で買ってお金はちょろまかして帰りにソフトクリーム食べて帰りました。姉に買ったアイスクリームを渡したらいきなりパンチが飛んできました。いた、何すんねん、でもなんでわかったんやろ、お金ごまかしたん、不思議やな。後で鏡見てみたら鼻の頭にクリームついてます。ありがとうございます。すごいですね、これいきなりパンチが飛んできたって怖い。この大阪豚前のアイスキャンデー知ってる？私
あんまり知らない。551の豚まんしか知らない。うん、そうなの。あ、551って有名なの？有名。551ってお店の名前なの？そう。大阪のなんか豚まん屋さんで。へぇー。アイスキャンデー食べたことない。ないよね、豚まんしか買わないよね、うん、普段ね。豚まんは買うんだ。買うね、大阪行ったら買うな、私。あ、そうなんですか。新幹線とかでさ、あの列車待ち、うん、自分の便来るまで待ってる間に買ったりするかな。え、駅でも買えるんですか。駅で売ってるよね。食べてみたい。売ってたと思う、うん、どんなアイスか忘れた。今度豚まん以外もじゃあアイスも買ってみましょう、大阪行ったらね、うん、アイスキャンディー食べてみたい、ね、はい、では次、はい、はい、レナコさん、リサコさん、チーバさん、こんばんは。こんばんは。好きなアイスクリームといえば、やっぱ本場もんで食べるアイスクリームです。数年前に用事で行った北海道にあるあの花畑牧場、いや、リサ畑牧場で食べたホットクリームです。最近ではアンテナショップが都内にも多数出店してどこでも食べれるようになりましたが、バニラの味がとても濃厚で美味しかったな。でもここのリサ畑牧場に限らず、行楽地とかで食べるアイスクリームは美味しいですよ ね、外で食べるから美味しいのかもしれません。ペンネームスイチーさんからです。はい、ありがとうございます。サマーランドでも食べてたのね。食べましたね。そうですね、美味しかった。ヤオジョッキーのね、コートさんが買ってくれてね、うん、ありがとうございました。 これで2人にはアイスでも買ってやってよっつって、嬉しい、ね、食べたね。美味しかったよね。あ、なんかプールとかやっぱああいうところで食べるの美味しいんだよね。しかもなんかあの紙プラスチックのコップにアイスが入ってて、うん、そう、じゃあそれは選べた、選べたんだけど、私が買いに行って絶対にレダとかがダラーなるだろうと思ってあれにしたの。あ、コーンかカップ、そう、選べた。もうなんかあの紙、このプラスチックカップに入ってる紙も良かった、ね、よかったよね。確かに花畑牧場はあれじゃないですか、あのアストロホールの向かいにもできたし、徳間の近くにもできたし、ね、今度行こうよ、それこそ豚まんとかも食べれるらしいよ。え、そうなの。花畑牧場で、そう、コラーゲンたっぷりの、へえ、言ってた、アストロホールの西川さんが言ってた、うん、うん、この前なんか行こうと思ったけど行けなかった、ね、閉まってたんだっけ。めっちゃこと開店当日かなんかで、そっか、当たった気がする。なんか行列なんて、そろそろ行列も収まったんじゃないんだもんね、行ってみましょう、じゃあ、うん、東京で帰るから、うん、はい、では次、ペンネームふゆめさんからです、うん、はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。お金があるときはハーゲンダッツのストロベリーとか食べちゃうけど、うん、普段は雪見大福ばかり食べてます。どうしても甘いのばかり食べてしまいますね。おかげでお腹が妊婦さんみたいな過去泣き、うん、かき氷系が苦手なんで頭痛くなりますよね、うん、それでは簡単ではございません、この辺で。うーん、わかる。なるほど。わかるね。雪見大福って美味しいんですか。好きな人すごい好きだよ ね。なんか一回だけ、うん、普通のじゃなくってなんかプリン味みたいなの出るじゃないですか。なんかたまに変わった味出るよね。そうそう、それ一回食べたことあるかも、うん、よくわからなかった。普通のベタなのが美味しいかも。あ、そう、もちもちしたやつ。なんかバニラのやつじゃないですか。バニラのもちじゃないですか、うん、もち中身は妹にあげて、もちだけ食べる。なんだよそれ。なんかあげるやん。アイスじゃないじゃんそれじゃ。それが楽しい。そうやって取り合いしてるのが美味しい。なるほどね。楽しいね。一人で食べてもあんまり美味しくない。あ、そう。雪見大福は。うんうん。2個あるから分けようみたいな。ああ、そうね。2個入ってもね。確かにね。なるほどね。はい、次。はい。ペンネーム、うん、オドボルさんからで、はい、ありがとうございます。セナさん、リサさん、チーバさん、ヘイさん。ヘイさん。早速ですが、アイスにまつわるエピソード。かれこれ10年近く前の大学生時代、はいはいはい、世間でアイスクリームダイエットという1日の食事をアイスだけにするというダイエットが楽しそう。いや、痩せないでしょ。ダイエットということがない私は、アメリカ直輸入の1キロ入りのバニラアイスを購入し、3回チャレンジ。こんなじゃない。あるね。3日間チャレンジの結局6、1キロ近く体重落ちたものの、1日のうち半分をトイレで生活するから、その後約1年間アイスが食べられなくなってしまい、結局最初に買った1キロのバニラアイスは冷凍庫の中で油と白い液体に変化してしまいました。怖い。ちなみに
現在はすっかりアイス生活に復帰し、うん、かき氷にたっぷりと練乳とフルーツが入っている白熊をほぼ毎日食べるんです。